海海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊、遠征航空軍令下の戦闘機部隊。第二次世界大戦時に活躍した第102バイト飛行中隊の伝統を継承した海軍最古参の航空部隊とみなされる。ランディビジオ海軍航空基地に所在し、戦闘機にラファール M を運用する。フランスの核戦力の一翼を担う海軍核戦力として、 シスタースコードロンの第12回海軍航空隊と共に各攻撃能力を有する海軍飛行隊でもある。第11回海軍航空隊はグラマン海6海から号飛行隊として1953年6月20日にディエールル・パリベストル海軍航空基地で編成された。編成後、空母アローマンシュに搭載され、第一次インドシナ戦争に対処するため、フランス領インドシナへ派遣。 d n b ン風の戦いでの防衛戦に投入された。1955年1月17日に一度解体されるが、同年4月4日に再編成され、飛行隊としては、初のジェット機となるシュドエストアキロンが配備され、1958年から1959年までアルジェリア戦争に参加、1960年からは空母クレマンソーに搭載された。 1962年4月18日に再び解体され、1963年4月1日に2度目の再編成後、脱走エタンダール 4M が配備された。1967年5月2日には、ディエールル・パリベストル海軍航空基地から、ランディビジオ海軍航空基地に移住、空母クレマンス及び、ホッシュの艦載機として運用された。1978年9月からは、 脱走シュッペルエタンダールに、騎士転換し、全天候での対地、対艦攻撃任務を担い、エグゾセ空ラ対艦ミサイルやアンマイナス52、核爆弾を運用した。なお、アンマイナス52核爆弾は1989年に、アスンプ巡航ミサイルへ更新されている。1983年に、レバノン内戦でのオリエント作戦に参加。 1993年1月から1995年2月まで、ユーゴスラビア紛争における国際連合保護軍に参加し、アドリア海に展開した。1995年11月27日からは、近代化改修型の脱走シュペルエ・タンダール M へと、機種転換が行われ、レーザー誘導爆弾の運用能力が新たに付与された。1999年に、 コソボ紛争におけるアライドフォース作戦に参加し、セルビア及びコソボに対する空爆任務に400回以上出撃した。アライドフォース作戦からの帰国後、空母、シャルルド・ゴールの養生試験に2000年から2001年まで参加、2001年5月の収益後は同艦の艦載機となった。また、シュペルエ・タンダー・ルエムはスタンダード4仕様に回収されている。 同年10月にアフガニスタンで展開された普及の自由作戦における海上阻止行動にクーボ・シャルルド・ゴールを中心とした機動艦隊の第473任務部隊を派遣、ヘラクレス作戦としてインド洋に展開した。2007年2月から5月までの期間もアフガニスタンにおける作戦のために展開した。2011年9月19日に脱走ラファールムへ、 種転換し、シュペルエ・タンダール・エムは、第17回海軍航空隊へ移管された。2017年10月には、アイスセルに対するシャマル作戦の一環として、第12回海軍航空隊と共に、ヨルダンのプリンス・ハッサン空軍基地に派遣された。タイガー・ミート2017でのスペシャルマーキングを、 施したラファール M 第11回海軍航空隊は、NATO タイガーアソシエーションの正式メンバーとなっている。部隊の紋章に、虎のモチーフはないものの、かつて上官していた空母クレマンソーが、虎のモチーフを有しており、空母クレマンソー隊役時に、第11海軍航空隊が虎を継承することを許可されている。第11回海軍航空隊で運用したシュペルエタンダール。 ありがとうございます。